白果八幡神社は、千葉県三部市白果にある、八幡神社。旧社格は孫社。本田はケの村、アマテラス大臣、天の子屋根の命を祀る。神奈元年に、山和国の宗明皇がこの地を訪れ、阿弥陀如来像を奉納し如来寺を創建した際、山城国の岩清水、八幡宮より御神影を誕生し、寺の林地に鎮守神として建立したのが、 当社の怒りであるという。自称四年石橋さんの戦いに敗れ、暴走に逃れた源の頼朝が、その後鎌倉を目指した際に参拝し、白旗と十五本の矢を剣じて、源氏の最高と、武運長久を祈願したと言われ、それ以来白旗を掲げるのが終始となり、白旗八万と称したという。頼は、上の後、文治元年にと神宝を寄進し、 研究3年に、将兵300機を従えてお礼参りに訪れた。その際、頼朝に従った将兵の接待にあげめしが出され、あげめしの行事は、現在も、旧暦の9月7日の夜に行われている。また、研究7年には獅子に4名を派遣し、9月6日から8日に、かけて、東国鎮護の祭典を行った。慶長19年正月には高狩りに訪れた。 徳川家康が立ち寄り、頼朝の掲げた白旗の旗竿に、東金御殿の竹林の竹の寄進を約束し、現在も古事に習って、毎年白旗が建設られ、その旗竿には、東金御殿の竹林の竹が使われる。ありがとうございます。